下ろして。じゃあ行きます。じゃあお願いします。すいません。まずはまあまあお腹からちょっと入れていきます。お腹をポコッと開けて、そして今頭ですね。よいしょ。このなんかね、この長い鬼滅の刃で出てくるようなね、鬼滅の刃で、まあ自分たちもちょっと技を使いながら下ろしていくんで、マグロの呼吸でいきましょう。頭落としていきますね。いきますよ。ここも綺麗に入れば軽く押すだけです。ちょっとここは入ってないからね。頬肉、ここにも肉がありますね。もう全部食べれますんで、ここのちょっとここの部分だけ硬いんであれなんですけど、あとは全部ほとんど食べます。よかったらあの注文お願いしますね。で次この一番最高級カマトロ、カマトロの部分ですね。これはあの大トロよりも上、最上級幻のトロって言われた部分ですね。これをよいしょ。よいしょ。これですね、カマトロ。こう油がギトギトのカマトロですね。これも幻のトロです。なかなか食べれない。お寿司屋さんでも大トロより上ですね。せっかくなんでうちで食べてみてください。よいしょ。もういい。今度は逆の方。今度は逆のカマを取っていきましょう。よいしょ。わっしょい、わっしょい。ここ逆の部分ですね。カマトロです。よろしく。で、次がまたちょっと長いのが出てくるんですけど、今度は真ん中に入れていきます。5枚おろしでいくんで、1、2、中骨、上の3、4、で、5枚。ここの骨に沿って入れていきます。よいしょ。もっと真ん中に行かないと、ガリガリしてる。そうですね、これが。はい。で、ちょっと1枚目いきましょうね。この普通のリバーボートでできます。まあ、ちょっとあの皮が硬いので。これだけでめちゃくちゃ重いです。
のスプーンで収めるところですね。ありますね。